アプリコット。ココは言葉が分かっていろんな特技を見せてくれるよ。一緒にお世話しましょう。レッツプレイ。のおもちゃよ。おもちゃ？ココっていうの。本物は飼うのが大変だけど、この子を1日ちゃんとお世話できたら飼ってもいいわよ。本当に？私この子をちゃんとお世話してみせる。よろしくね、ココ。はい、じゃあここで遊びましょう。お家もあるよ。じゃあまずは、これでココにご飯をあげてみたら？お腹ペコペコなのかも。よーし、ココ、ご飯。かわいい。うん、よしよし。懐いてくれてるわね。うん。あ、そうだ。すっごい特技を教えて、みんなをびっくりさせよう。ココ、おいで。踊れる？あー、抱っこじゃなくて。もういい。全然覚えてくれない。クーリロー、遊びに来たよー。ワンちゃんだ。ミミミ、どうしたの？ココって言ってお世話してるの。ミミ、ココに何かさせてみてよ。たまたまだもんね。うーん、よし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 。ほーら、ボールでちよ。うーん、かわいい。よし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 。ココ、そうか、もっと仲良くならなきゃ。みんなもグッドボタンで応援してね。ワンワンワン。遊ぶくん、盛りだくさん遊ぶくん、概要欄見てね。はい、ココチュワン。この棒飛び越えられるかな。あともうひと踏ん張り。あ、持ってっちゃった。
あげれば。1日お世話できたみたいだし、本物のワンちゃん飼ってみる？いい。ブレル？だってココが一番可愛いもん。そうね。ねえココ。ズコ。みんなはブレルみたいにお世話できるかしら？ココといっぱい遊んでみよう。ライン、ツイッター、インスタにあげてね。ハッシュタグサンサンキッズだに。僕たちがいいね押しちゃうよ。動画の最後に紹介してほしい子は LINE で待ってるよ。レッツプレイ。パパパパパソコンで遊ぼう。キョ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 恐竜と学ぼう。メダルをマウスにセットして、ガオッと出てこい恐竜さん。恐竜ゲット、レベルアップ。消えるまでが手洗いよ。
一緒に手洗いしてくれる子はグッドボタン、一緒に歌を歌いながらおててポンを使いましょう。みんなも一緒に手を洗えるかな。おててを広げてポンポンポン、見にくいところもポンポンポン、たくさんのばいきんさん、キュッ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 やっつけよう。おててをパーに開いて、泡をもくもく準備して、4つ並べれば同じ形になるね。サンサン、何してるの？あ、クモリン、図形モザイクパズルっていうので遊んでるんだ。面白そう。じゃあクモリンはこれやってみて。あ、ハチさんだ。上の絵と同じになるようなピースを並べてね。
ああ、それじゃあこっちがずれちゃうよ。あれ？三角形の向きを変えれば。あ、できた！あー、サンサンすごい！右側は青い四角をここに置いて。ここは三角だね。はい、ノイズできたよ。なんだと？早く全部返してよ。ダメだ。次はこれを完成させる。ノイズの嘘つき。あ、でもでもここは黄色の四角でしょ。あとは赤の三角を置いて。はい、できた。なんだと？ノイズ、早く返して。しょうがねえな。あ、そうだ、今度はノイズがこれやってみてよ。なあ、こんなの簡単じゃねえか。ここは黄色の三角、ここは青の三角、次は四角だな。ノイズ大丈夫？もう一回最初からだ。ここは間違いなく三角だ。次も三角、だな。そしたら次も三角、次は四角で、だー。なんだこれは。僕わかるかも。ここの三角をこうして四角を置いて、最後は三角。ほら、できたよ。さあ、こいつらに負けるとは。ちょっと難しかったよね。かえって勉強だ。勉強？次こそは負けないからな。クモリン、次はこれをやってみよう。わあ、いろんな形がある。バナナの形も作れるの？一緒に作ってみよう。四角二つに、ここは三角だね。ここには三角を置いてっと。ちょっと待って、向きが違うんじゃない？へえ、こうだと思うよ。この四角の上に三角でしょ？あ、こっちかな？難しくない？大丈夫、ちゃんと見ながらやればできるよ。くもりん、ここに四角を置いて。はい。三角と四角を置いてって。もうすぐできそう。最後は三角の向きに気をつけて置いたら。紙に絵を描いて、その上にピースを並べたら、バナナを持ってるクモリン完成！わーい、やったー！じゃあじゃあ僕は黄色と赤で。うん？これは何だろう？サンサンでーす！僕？顔は作れないから形だけね。確かに形は僕に似てるかな。次は何を作ろうかな。そうだ、いろんな形を作ってみてね。くもりん、ねえねえくもりん、僕とにらめっこしない？僕強いよ。にらめっこしましょう。ハラウト負けよ。あんぷんぷん。ちょっと何それ。僕の勝ちだね。僕とゴリラさんの顔を描いてバラバラにしてパズルにしてみたんだ。他にも人の顔を描いて口を入れ替えれば。あー、なにそれ。もうサンサンじゃない、サンゴリ人だね。原始人さんみたいに言わないでよ。そうだ、クモリンも作ったよ。僕も変な顔作りたい。作ってみ
んか嫌な名前。ねえねえ、この遊びでヘンテコ動物園作ろうよ。それ楽しそうだね。どっちがヘンテコ動物さんが作れるか勝負しようよ。みんなも面白い動物さんが作れるように応援してね。びっくりさせちゃうもんね。そうだ、動物さんたちの面白いところを集めてみよう。この動物さんも、この動物さんもいいね。あとはこうしてこうしてこうして。僕はお魚さんを混ぜてみよう。お魚さんといえばマグロさんだよね。マグロさんにはクラゲとかタコさんがいいかな。いや、あれにしてみよう。ねえねえ、さんさんできた？うん、待っててね。これが僕のヘンテコ動物さん。なにこれ。ペンギンさんとパンダさんとネズミさんを混ぜたペンミさん。ちょっとおじさんっぽい。残りのパーツで仲間のパズダくんとペンギンちゃんもできたよ。かわいい。ペンミさんたちに勝てるかな。じゃあ今度は僕ね。僕のヘンテコ動物さん、マグコちゃん。変なの。マグロさんとヒヨコさんを混ぜてみたんだ。海も地面も歩けるんだよ。ちょっと怖いような。じゃあヒヨロくんの方がいいかな。そういう問題じゃ。あとまだあるんだ。すごい、たくさん作ったんだね。はい、ドーン。なんじゃこりゃ。カエルさんとアフリカゾウさんとキリンさんを混ぜたよ。名前はカリカンだよ。名前はかっこいいけど、なんか鼻二つあるし。これはバナナを食べるための花だもんね。それじゃヘンテコ動物さんたち集合。ペンミさんが僕を睨んでる。一番のヘンテコ動物さんはどれか、みんな LINE で教えてね。見てみて。わあ、これクモリン。これはね、クミカイオグシ。そうだ。わあ、クモリン。今日のお絵かき。